ゴリラと人間が鬼ごっこするスマホゲーム、ゴリラオンライン。新しいゴリラをゲットするためのガチャ。ゴリガチャの排出率は、星1ゴリラ、80%。星2ゴリラ、16%。星3ゴリラ、3%。そしてハテナが 1%。ハテナってなんだよ。というかそこらのソシャゲよりガチャ厳しめだな。では、引いてみましょう。この方は、星4の焼きゴリラスター。焼きゴリラってなんだよ。見てください、この千葉ドリームランドゴリコの右隣にいる、圧倒的強者の風格を醸し出しているゴリラ。いや千葉ドリームランドゴリコの癖が強すぎて注意そっちまで向かないわ。おそらくゲーム内で最高レアの焼きゴリラ。炎の精霊として言い伝えられるゴリラ。ダメダメ、諦めたら、もっと熱くなれよ。焼きゴリラのスキルは、1段階目が焼きバナナ、2段階目が焼きバナナ性能ついた分身、そして3段階目が B ダッシュ。これめちゃくちゃ強いじゃねえか。早速使っていきましょう。サバイバーになったぜ。サバイバーになろうとするとなかなかならないけど、ゴリラ使いたい時に限ってサバイバー選ばれやすいんですよね。サバイバーは時間いっぱい逃げ延びるか、秘宝を5色全部集めると勝利だぜ。真ん中にゴリラさんたちがいますね。そして、右上にゴリラレーダーがあります。ゴリラ側にはサバイバーの位置わからない仕様だぜ。今回は忍者使ってるので、バナナゲージマックスになると、擬態分身の術、分身を出すと同時に相手ゴリラに変身することができます。ちなみに持ってきたアイテムも変装だぜ。この緑取るとゴリラ側に緑取ったのバレるので、こっからが勝負開始って感じですね。一斉に緑に向かってゴリラやってくるぜ。両サイドにゴリラいるので、ここは真ん中の紫取りに行きますか。それ道間違ってるだろ。しかもゴリラ見えるぐらい近くにいるぜ。高低差あるのでまだ見つかってないはず。で、そっちにもゴリラいるぜ。ああ、ちょっとヤバくなってきました。ここは隠れてやり過ごしますか。そんなとこいたら追い詰められるだけだろ。レーダー妨害されちゃいましたか。ゴリラは攻撃するとちょっと止まるので、その隙に逃げていきます。ゴリラは狭いとこ通れないから、それを利用したんだな。どうせ赤にいるのバレバレなので、ついでに赤の秘宝も取っていきますか。よし、レーダー復活。これそのまままっすぐ逃げれそうだぜ。あれれ、前方に丸太。おいおい、嘘だろ。通行止めじゃねえか。ここはヤバいので擬態分身でごまかします。相手のゴリラも通れないの知らなかったようだぜ。分身が無駄になってしまいましたか。そろそろ分身時間切れるぜ。さて、次の飛行全部遠い。しかもまたレーダー妨害されました。レーダー使えなくなるの一番厳しいぜ。ほぼレーダー頼りですからね。ひとまずバナナ取りますか。罠だったー。ヤバい、はよはよはよ。ゴリラ近すぎだろ。変装アイテムでコンバーになりました。動いた瞬間バレるやつだろ。見逃してくれないかな。お、いける。ダメでした。めちゃくちゃ吹っ飛ばされたな。ってどこまで行くんだよ。世界の湿地を越えていった。ホームランってなんだよ。今度こそ焼きゴリラの出番です。サバイバーはただの人だぜ。ただの人でも一応能力があって、バナナゲージマックスで一定時間無敵ダッシュができます。なら焼きゴリラのスキル、焼きバナナが役立ちそうだぜ。バナナを5個集めるとスキルが1つ解放されるので、まずは焼きバナナ発動させますか。そっち行ったらバナナ取れないだろ。確かに、誰もいないとこがいいですね。ここの左側に行きますか。1段階目の焼きバナナは近くにいる。サバイバーのバナナゲージを減少させるスキルだぜ。そのため、見えなくても近くにサバイバーがいた場合は探知できてしまうという、1段階目にしては強すぎるスキルです。さすが星4ってだけあるぜ。これで焼きバナナ発動。この焼きゴリラは3段階目のスキル、B ダッシュがめちゃくちゃ強いので、バナナは積極的に取っていきます。ここは緑にちょっと近いが、赤の方には人来てなさそうだな。じゃあ逆側ですかね。橋の上にバナナたくさんあるので、そこ通っていきます。上からだと人見つけやすそうだな。どこにいる？おっと、焼きバナナが反応してます。これ人のバナナゲージ減らしながら、距離感わかるから便利すぎるぜ。スタンプで仲間にも伝えてあげました。これで、囲めるかな？焼きバナナ発動してないから、ちょっと距離あるみたいだぜ。あれ、この辺りかと思ったんですが、どこ行った？ゴリラの視点は低いから、物陰に隠れられると見つけにくいぜ。相手逃げずに隠れるって魂胆のようですが、絶対見つけ出してやりますよ。ここごちゃごちゃしててわかりにくいが、焼きバナナがあれば見つけられそうだぜ。よし、やっと反応した。でも全然人が見えないので、この壁の裏とかですかね？おらー。壁を貫通していって、まさかの場外。ホームランってなんだよ。